最近の出来事として、人気お笑いコンビダウンタウンの松本人志を代表する弁護士田代正弘氏が、7月11日に発売される週刊文春7月18日号の主張を強く否定しました。出版物は、田代氏が告発者を追跡したり、証人として出廷するのを阻止しようとしていたと主張しましたが、田代氏はこれらの告発が完全に事実無根であると主張しています。7月11日に放送された読売テレビ制作のミヤネ屋、日本テレビ系では、これらの告発が取り上げられ、田代氏自身が出演して抗議の声を上げました。彼は、不適切な偏った報道や事実に反する報道がありましたと述べました。田代氏の最初の論点は、番組のコメンテーターである大田和志氏のコメントに対するものでした。大田和志は、元編集長の女性や X が出てくるなど、A 子に出廷を諦めさせようとしているのが明らかだと思いますと述べました。田代氏はこの発言に根拠がないと異議を唱えました。田代氏の2つ目の論点は、大手出版社の女性週刊誌元編集者とミスター X との会話に関するものでした。番組で宮根誠司氏を代表するアナウンサー、西山幸平氏は、今なら録音があると言及しましたが、他のアナウンサー沢口美穂氏がすぐにそれは記事によるものですと指摘しました。田代氏は、録音の言及が視聴者を誤解させる可能性があるとして訂正を求めました。実際には、文春の記事には録音についての記述は一切ありませんでした。松本氏自身も、X、旧ツイッターで田代氏の抗議文を再投稿し、ミヤネ屋の主張に異議を唱える意思を示しました。松本と彼の弁護士がミヤネ屋との論争をめぐる論議は、彼の長寿バラエティ番組ダウンタウン DX への今後の復帰に影響を与える可能性があります。この番組は読売テレビで放送されています。現在は芸能界からの一時的な休業中であるものの、松本の番組内での立場は重要です。読売テレビの関係者は、DX のスタッフは松本氏に魅了されています。それを証明するために、浜田氏のスタジオでの位置は右にあり、松本氏の位置は左に残っています。と明かしました。この座り方は、番組が松本氏の復帰を熱望していることを示す明確なメッセージです。しかし、現在進行中の法的闘争は、DX のスタッフの一部に不安を引き起こしています。彼らは、松本氏が読売テレビのこの状況への対応に不満を表明した場合の潜在的な影響を懸念しています。多くの人々は、もし松本氏が、読売テレビ自体が許されない、と言ったら、心配していると言われています。と、ある関係者は述べています。さらにその関係者は、そのため、ミヤネ屋の報道に不快感を感じている番組スタッフも多いです。しかし一方で、もし松本氏が BPO、放送倫理、番組向上機構のプロジェクトとして訴えられた場合、読売テレビとしてはその評判にかけて DX 自体の中止を検討する可能性もあります。と説明しました。松本氏の不在以降、ダウンタウン DX の視聴率は徐々に低下しています。かつて 4% 前後でピークを迎えた個人視聴率も、最近では約 3% に落ち込んでいます。読売テレビと松本氏の将来の関係は不透明です。ネットワークは松本氏に謝罪するのでしょうか？それとも最終的に彼との関係を断つことになるのでしょうか？この状況は緊迫しており、今後の展開がどうなるか注目されることでしょう。視聴者からのコメントを読んで返信する部分、動画の最後にコメントをつけて、ご意見をお聞かせください。この問題だけでなく、週刊誌が報じたという前置きをつければ、何でも報道できると考えているテレビ番組が増えている。話の種にするだけで、真実性は週刊誌に任せてしまうという姿勢は問題だ。私はそれが気に入らない。週刊誌の情報を利用するのは良いが、少なくともその情報の裏付けは自分たちで行うべきだ。週刊誌の情報を広める以上、間違いがあった場合は週刊誌と共に責任を持つ覚悟が必要だと思う。関係者が事実を認めるコメントを出した場合は別だが、今回のように関係者が報道内容を否定し、裁判にまで発展しているのであれば、テレビ側ももっと慎重に報道すべきではないか。週刊誌の報道を鵜呑みにせず、自社で十分な取材と検証を行うことが重要です。テレビ局は、
週刊誌の情報を安易に流すのではなく、関係者のコメントを確認し、事実関係を慎重に確認する必要があります。報道内容に誤りがあった場合、テレビ局も責任を負わなければなりません。視聴者の信頼を得るためには、正確な情報を提供することが何より大切です。週刊誌の情報を鵜呑みにせず、自社の取材力を発揮し、真実を追求することが求められています。確かに一般の人々は芸能人と直接接触がないため、その本質を理解することは難しく、テレビや画面を通じて得たイメージだけで判断することが多い。一般的に言われていることだが、人は追い詰められた時に真の性格が現れると言われている。今回の松本さんの件では、一般の女性に対して謝罪することもなく、自分をサポートした後輩の芸人に対しても迷惑をかけてしまったという反省の意思表示もない。自己保身に専念しているように見える。確かに一般の人々が芸能人の本質を理解するのは難しい面があります。テレビやメディアを通して得られるイメージだけでは、その人物の真の性格や行動を判断するのは難しいでしょう。しかし今回の松本さんの件では、一般の女性に対する謝罪や自分をサポートした後輩の芸人に対する反省の意思表示がないことが問題だと思います。自己保身に専念しているように見えるのは、芸能人としての責任を果たしていないと言えるでしょう。一般の人々が芸能人を理解するのは難しいかもしれませんが、今回のような事態では芸能人自身が自らの行動を真摯に反省し、謝罪する必要があります。そうしないと、ファンや一般の人々の信頼を失うことにもなりかねません。裁判という制度が存在するのだから、その場で事実が判明すれば良いのではないでしょうか。そこは虚偽を述べれば罰せられる場所ですからね。外部で様々な発言をしても裁判には何の影響も及ぼさないのではないでしょうか。罰を受けるような場所ではないのですから。5億円の裁判だという事実を忘れてしまったのでしょうか。それが今回の裁判の意義ではないでしょうか。裁判所は確かに事実を明らかにする場所ですが、それ以外の場所でも真実を追求することは重要です。裁判では証拠に基づいて判断されますが、証拠の収集や提示の仕方によっては真実が歪められる可能性もあります。また裁判の結果が必ずしも真実を反映しているとは限りません。裁判では手続き的な正義が重視されますが、時には真実が見えにくくなることもあります。今回の5億円の裁判は単なる金銭的な問題だけではなく、社会的な影響力の問題も含まれています。この事件をめぐる様々な発言や主張を丁寧に検証し、真相に迫ることが私たち報道機関の役割だと考えます。